ぽこにゃちは。さてさて。今日もスピランをやっていこうと思うんだけど。タイトルがちょっと怖いね。40秒間の悪夢か。どれほどのものなのか。ま、僕が悪夢を払拭してみせよう。そのまま飲み込まれた方が面白いのに。変なこと言うなよ。まあまあ、早速やっていきましょ。よっしゃ、気合い入れてやっていくぜ。さて始まりました。おっと、これは珍しい。最初で死ななかった。バカにしてんのかレイム。結局死んでるけどな。っていうかこれピンクコイン集めながら進んでいくのか。ちゃんと集まるかしら。道なりに全部あればいいんだけど。おっと、ジャンプしすぎもダメなのか。よし、上ではジャンプは低めにと。ちゃんといける。はい、この通り。お、うまいこと言ったな。あの後はどうなってるのかしら。おっと、トゲトゲが危ない。お、よくかわしたな、ポコニャン。反射神経抜群。それもここまでだがな。よし、この次のブラックパックンは低めのジャンプを続けないとね。ギザギザも狭いわよ。もうちょっと素早くか。よし、ここは低めの三段ジャンプで。ギリギリいったな。おっと、こんなところにキノコが。何に使うのかしら。あっと、これはジャンプしちゃいけないやつか。ダッシュでくぐらなきゃいけないのか。そのままダッシュを心がけて。このキノコはゴリ押し用だったのね。ゴリ押しは専門分野だろう。大好物ですよ。私だって大好物だし。なんで競ってるんだ。ここは P ジャンか。しかもスピンジャンプだね。慌てるなよ。こんな感じか。うん、いい感じよ、ポコマン。動きが様になってきたぜ。さすが僕だね。全然撤回。なんでや。矢印のナビ通り左下に行けばいいのかな。ああ、てかそこまで行かなくてもパックンから直接行けそうだがな。タイムが縮まりそうね。こういう感じか。はい、残念。でもこれでピンクコインは無事に5枚だからね。とりあえず鍵はゲットだな。ここで綺麗に三段ジャンプを。それあっと、これはクルクルがたくさん必要なのか。めっちゃ惜しいじゃねえか。三段ジャンプの一番上ですぐにクルクルをしよう。こんな感じで。よっしゃ、無事に行けたぞ。これで鍵の扉に入るのね。すぐそこだな。よし、ここは冷静に行って。三段ジャンプか。お、よくすぐに判断したんだぜ。完全にコインがナビだったからね。あ、せっかくここまで行ったのに。よし、このコースのおさらいだよ。まずは最初の三段ジャンプ、高さを低めにすれば綺麗に奥に入れるよ。おう、確かに無駄のない動きだったな。今のところも軽やかだったわね。そして、この後の P ちゃんのスピンジャンプ。P ちゃんは P スイッチに触れるか触れないかぐらいでジャンプすると成功しやすいよ。結構慣れたもんだな。もう散々いろんなコースで身につけてきたからね。いやー、このコースもかなりのテクニックが要求されてるからめちゃくちゃ楽しい。出たな、安定のド M 発言。楽しんでるからいいじゃんかよ。さて、いよいよさっきのミスした場所だね。ジャンプは低めよ。わかってるって。パウブロックはブラックパックン用だな。お、ついでに鍵もゲットしたんだぜ。どこに繋がってる。あ、ゴールの2階よ。これはまさか。ゴールだー。なんかめっちゃ激しいことになってるけど、とりあえずクリアすることができました。いやー、息もつかさぬ展開だったね。せやな。あっち行ったりこっち行ったり忙しかったぜ。見ててハラハラドキドキだったわよ。そうだね、慣れてくるとめちゃくちゃ楽しいコースだったね。コース制作者の水木さん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。